はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリュウイチです。では今回はゲレンデの青木推しの覇者マクベプレの続きをやっていきたいと思います。前回、ついにね、連邦軍降伏せしめることができたんですが、ジオンが内部分裂、キシリアの正統ジオン、そしてガルマ・ドズルの新生ジオン、二つに分かれてしまったので、今回はね、そのジオンの内部分裂の構想をプレイしていくことになるかと思います。では早速、続きをプレイしていきます。新生ジオンに接収された、新生ジオンというのはガルマ、ドズル側ですね。旧連邦軍基地において、あのガンダムの再開発が進められているようです。ガンダムか。これは欲しいな。もう完全にガルマ・ドズルは連邦兵器をガシガシ使って作ってっていう感じですかね。ガンダムの試作機やデータは連邦軍の最高機密だったので、ジャブロー陥落時にほとんどが破棄されたはずでしたが、どうやら残党がその一部を秘匿していたらしく、新生ジオンはそれを入手し量産化を図っているようです。ガンダムが量産されたらさすがにきついよね。なんとかね、阻止したいところですけど、あるいは我々の方でね、ガンダム作りたいですよね。前回少しお届けした中で、この正統ジオンの方でも連邦軍のね、兵器交渉をそのまま使うという判断をしたので、ガンダムが作れなくはない、そういう風に物語が進んでいけばいいんですけどね。ガンダムをダッシュするしない、いやダッシュするよ、ガンダムを絶対ダッシュする。サイクロプス隊だな。タシケントに敵部隊侵入。では防衛戦展開していきましょう。まずですね、兵器の方なんですけども、今までジオンのものしかもちろん使えなかったんですが、例えばこのジェムキャノンみたいな形で、新しくですね、連邦のモビルスーツも一部使えるようになってますが、これといったものはないので、パワードジムとかはね、結構強いんですけどね。どうしてもね、火力に頼った戦いをしなきゃいけないということで、今回も、パーフェクトジオン具を増強していきたいと思います。これですね。では、部隊を再編して、防衛戦、始めていきたいと思います。では、タシケント、防衛戦、始めていきます。で、部隊の方は再編しまして、パーフェクトジオン具を3機配備しています。で、パーフェクトジオン具の他には、ガルバルディアルファ、これを大増強して、基本的な、部隊編成の方はですね、前衛に、ガルバルディアルファ、で、中後衛にパーフェクトジオン具というのを基本形に、パーフェクトジョングがいないところはガルバルディアルファを中心に入れています。であとですね、この第5部隊の方には、パワードジム、前衛ですね。で中衛にジムキャノン、後衛にジムスナイパーという、部隊も一つ入れました。で第6部隊の方はですね、ジムクエルで固めています。こんな感じでね、進めていきたいと思います。でビッグドレーにはバスクを乗せています。ジムクエルを前、中、後と入れていますね。ではこれで防衛戦始めていきます。はい。これでタケシントの防衛戦完了になります。今のところパーフェクトジオングが効いてるかなって感じがしますね。できればパーフェクトジオングを全部隊に配備したいぐらいパーフェクトジオングは強い。ただパーフェクトジオングにやっぱララー乗せたかったよな。そこだけがすごい心残りですね。ガンダムダッシュ部隊より緊急報告。試作機とデータの入手には成功したものの、現在敵部隊の追撃を受けて危機に陥っている。救援部隊を派遣しないと突破は難しい。しかしこの状況下で
救出任務を任せられるのはガイア少佐しか考えられません。なんでガイアなんだろう。まあいいや、ガイア出しましょう。だってガンダム欲しいからね。まあ、ガイアがまたここで抜けちゃうんだな。では続けてミンスクの、防衛戦ですね。これを行っていきます。またパーフェクト順をね、増強したいと思います。では、ミンスク防衛戦開始していきます。でですね、パーフェクトジョングは3機までしか配備できなかったので、まあ、代わりにはならないんですが、ジムキャノンをギャンキャノンの代わりに配備しました。ギャンキャノンよりはるかに、優秀なので、ギャンキャノンの代わりにジムキャノンを配備して、まあ、火力の底上げをね、図ったという状況です。これで敵のね、動きを制していければいいかなと思います。で、ガイアがいなくなってるんで、パイロットっていう意味では戦力がね、だいぶダウンしてますけども、まあその分、配備したジムキャノンに活躍してもらいたいと思います。はい。これでミンスクの防衛完了です。まあ、今回もね、まだパーフェクトジョングの優位性が活かされたかなというふうに思います。では、続きを見ていきましょう。報告。工作隊と救援部隊が敵の包囲を突破し、これガンダムダッシュの話ですね。我が軍の基地に来と、試作品もデータも無事です。やったー。これでアレックスが手に入るんだな。近日中に生産配備を行いたいと思います。よし。これは嬉しいなぁ。オデッサに敵部隊が侵入。これを防衛していきましょう。まだね、モビルスーツで、ガンダムが配備されるという段階ではないので、編成は特に変えずにこのまま進めていきます。はい。ではね、編成を見直しました。簡単にご紹介していきたいと思います。第一部隊の方なんですが、前衛にガルバルディ、中衛にもガルバルディを並べています。で、3連星はここに配備。で、ダブデにマクベを乗せています。で、後衛にはジムキャノンを乗せ、配備して、ビッシュを、パイロットとして配備してあります。で、第2部隊の方なんですが、ここはですね、前衛に同じくガルバルディ入れてまして、前衛の中央にはノリス。で、あとはライラミラライダ、ライラさんですね。ここを配備しています。で、パーフェクトジゴングにはアイナ。で、ガウにはウォルターを乗せています。で、第3部隊。ここもね、パーフェクトジョング乗せていて、フラナガンを乗せています。パーフェクトジョングですね。で、前衛には、ガルバルディ。まあ、ガルバルディやっぱり強いんでね。で、ここには、レイラと、グリーンウッド。で、艦長には、ユーリを入れています。で、第4部隊、ここもね、パーフェクトジョングです。で、ギニアスをパーフェクトジョングに乗せています。で、前衛には同じくガルバルディ。で、モビルアーマーの適性が高いので、ギニアスは。なので、アイナとあえて引き離して、パーフェクトジョングに乗ってもらってます。で、第5部隊の方がですね、ハワードジム、前衛に並べていて、ジョニー・ライデンもここに入れています。で、中衛にジムキャノン、後衛にジムスナイパー、赤花はここです。で、第6部隊、ここがジムクウェル3枚並べています。で、艦長はバスクオム、ビッグトレイです。で、第7部隊、ここがですね、前衛にヤザン。ヤザン、ギャンクリーガー乗せるとね、強いです。硬い。なかなか落ちないですね。で、中衛にガルバルディ、後衛にジムキャノンですね。で、ここにはサイクロプス隊ですね。ガンダムダッシュから起動したサイクロプス隊もここに入れています。で、ガウにはシュタイナ。この編成になっています。では、これで出撃していきましょう。オデッサの防衛戦です。ではね、オデッサの防衛戦になります。もう2度目のオデッサの防衛戦ですからね。しっかり防衛していきましょう。で、まあ、いつも通りにはなりますけども、しっかりと先制攻撃を加えられるように、まずは一旦待ち受けます。
はい。オデッサの防衛完了です。ただ、パーフェクトジオングとパーフェクトジオングの差し合いで、シャリアブルの乗ったパーフェクトジオングの前に壊滅させられましたね。強かった。やっぱりパーフェクトジオングには反応の強いニュータイプを配備した方が良かったかな。と言ってもね。まあ、残念ながら今、我々の方の、まあ、ニュータイプあるいは強化人間っていうくくりで言うと、ゼロ村雨しかいなくて、そのゼロ村雨は、残念ながらモビルアーマー適性が B なんですよね。ちょっと悩ましいかなと思います。というところで今回ね、オデッサの防衛戦完了しましたので、一旦、ここまでにさせていただいてですね、次回、またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続き、よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。